竹中半兵衛にかくまわれて命を救われた黒田官兵衛の息子庄寿丸は成長し、元服し黒田長政と名乗った。息子を救われた官兵衛は深く感謝し、半兵衛の息子重門が元服するときには目星親を務めました。長政も深く感謝していたようで、福島正則が保有していた半兵衛遺品の兜を自分の水牛兜と交換し、以後この兜は黒田家の家宝となったとか。また両兵の息子たち竹中重門と黒田長政との間にも逸話があります。重門は関ヶ原の戦いにおいては長政の軍に属して戦ったとも言われます。関ヶ原は竹中家の領地だったので、重門はこの地に詳しかったと考えられ、長政に様々な助言をし、石田三成軍を敗走させるなどの長政の対抗につながったのかもしれません。重門自身も敗走する小西行長を捕らえるという功を挙げました。これも重門がこの地に詳しかったからだと思われます。さらには長政は重門の息子と自分を屋敷にかくまってくれた竹中家の家臣の子を召し抱えてもいます。これらも恩を返したかったからだと思います。命をかけて庄寿丸をかくまった半兵衛も素敵ですし、その恩を返す長政も素敵です。